俺は今までいろんな絵を描いてきた。しかしそのほとんどがふざけていたり意味不明なオリジナルの絵だ。だから今日本気で絵を描いたらどれくらいうまいのかをみんなに見せてあげよう。この喋り方キモよー。みんな、今回はね、うろ覚えお絵かきクイズっていうのを使って俺の絵描きとしての真の実力っていうのを見せるわ。まあそもそもみんなが知ってるようなお題をいかにうまく描けるかっていうのが絵うまいやつのまあ第一歩の条件みたいなところあるからね。ちなみに今日私キヨ一切ふざけない、本気でやるわ。まあこの地球のどこかにはキヨには絵が下手でいて欲しかったなっていう人がいるかもしれない。そいつのね、あのもう脳みそを引きちぎる勢いで絵描いていきます。スタート。問題1からやっていけばいいか。3つしか解放されてんのかこれもしかして。遊び方、お題を見てよか。これキリンで、キリン下手くそだなこいつ、宇宙人か。オッケー。像を描いて、簡単すぎるよ、簡単すぎるよのび太くん。まずは特徴的な花。ごめん、今日本当にみんなのね幻想崩すかもしれない、俺が絵が下手かもしれないっていう。で足をちゃんと4つ描いて、俺顔だけではなく4つ描くからね、足も体も。で尻尾で大きな耳で目、あ、そう、超細かくは描かないけどさすがに。待て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 、どう見てもゾウ、そう、近くから見ても遠くから見てもどう見てもゾウでしかないぞ。できた、できたぞ、ゾウだけにできたぞ。やばい、俺のダジャレのクオリティも今までで一番高いかもしれない。お、待って、え、結果を見る、待って、正解はこちら。え、うわ、一緒だ、一緒、ちょっと待って待って、俺写真のような絵を描くって言われるかもしれない。お前の絵はまるで写真を見ているようだって今後言われるかもしれない。ゾウだ、これはゾウだぞ、エレファント、立派な立派なエレファントだ。カニ、うわ、待った、ちょっと簡単すぎるかも。カニも余裕だな、身内にカニ好きがいるからもうカニも余裕なんだよ。まずね、目から描いていきます、カニは。で特徴的なハサミですね。で足、しかもシンプルに細かく描き込んだら誰もが分かってしまうから、シンプルにこうやってね、はいはいはい、カニじゃない、はい、カニ、これが何ですかってもし全くお題なしで友達に見せたとしたらカニとしか言わないと思う。できた、オッケー。待って、これ本当に俺写真の絵を描いてない？うめー、うま、うますぎる、うますぎる。この、待って、これ足の本数とかもあってんじゃない？ほらね、そんなに俺カニすげえ詳しいわけじゃないのにカニの絵に関してはめちゃめちゃうまく描いてるからね。これうまいな。アンパンマン、アンパンマン、おい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 、アンパンマンから急にうまく、さらにうまくなったな、キヨ。お前、アンパンマンに関しては、アンパンマンの問題よく俺に出したな。アンパンマンなんてな、好きだから描けるぞ。こういうのこそシンプルに描けるやつが一番かっこいいからね。はい。ちなみにこれ今ね、指で描いてんだけど、シンプルに描くよ。はい、はい、できました。はい、これを保育園児に、はい、これは何パンマンですかって言ったらもう、アンパンマンっていう。これはアンパンなんですかって言ったらもう、マンって言うと思う。子供がマンって言ったらなんか嫌だな。うわ、正解の絵と張るぐらいのうまさを持ってるかもしれない。うわ、アンパンマンだ。ちょっとあれだね、アンパンマン、右下のアンパンマンはちゃんとヒーローとして救ったけど、この俺が描いたアンパンマンは、あの今日は任務失敗したけどまあいっかっていう面してるアンパンマンだね。いいいいいい、うまい。トトロトトロトトロおい、難しくなったと少し。トトロ、まあイメージはできてる、もちろん見たことあるし。ただここでうまく描くのが真の絵描きの実力ってやつだからな。はいはい、輪郭、輪郭完璧、輪郭に足、そして手、手、あ、もう俺ちょっとあのシーン描いちゃうかな。傘持ってるシーン、傘持ってるシーン、あ、トトロが傘持ってるわけじゃねえのかあれまあいい、トトロがなぜか傘を持ってる、傘を持ってるトトロにするわ。目どんなんだったっけ、なんかこんなんだったよね。
で、大きくここら辺にあって、鼻があって、あ、でもさ、あ、でもこれまあまあ別にさ、下手ではなくない？確かに今回の問題に関しては、俺はもうめちゃめちゃうまいっていう自分の実力ではないと思う。正直、ちょっとトトロって出て戸惑って、少し微妙になった部分もあるけど、これをさ、これをだよ、例えばだよ、その友達とかにさ、これ、ジブリ作品の隣のなんだと思うって言ったらさ、なんだろう、トトロじゃないって言ってくれると思うんだよね。これ隣のなんだと思ってたらトトロって言ってくれる気がすんな。お腹そういうのがあるのか。ただ目と鼻と、あ、ヒゲか。お腹の模様とヒゲ、ヒゲ、それ以外は悪くない、悪くない。あ、俺もしかしたらトトロの部下みたいな方書いちゃったかもしんねえな、一緒にちっちゃく歩いてたやつ。あ、でもまあ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 、そんなに、まあ点数的には70点ぐらいかな。非常口のマーク、非常口のマーク、こういう問題さ、意外と頭には浮かんでるんだけど絵には描けないみたいな、ちょっと走ってる感じだよね。どんなんだったっけ、確かね、この人がいて走ってる、走ってる、足だよ、足、あとは足玉らの部分で、足玉らの部分、どう走ってたっけ、こうこんなんじゃなかった？なんじゃこれは、なんじゃ、あ、微妙に惜しい、微妙に惜しくない、微妙に、あ、なんかわからない、なんかわかる、なんかわかる、でもなんかはわかる、なんか非常口のマーク書こうとしてんだなっていう気持ちはわかる、気持ちで押す、俺は気持ちで押す、みんなわかる、伝われ、俺の気持ち、非常口マークを書こうとしてる俺の気持ち伝われ。スヌーピー、スヌーピーを書く機会がありますか？今ですね？スヌーピー、スヌーピー、待って、スヌーピー、スヌーピー、スヌーピー、なんとなくわかるよね、今書きたい部分。あれ？体はまあちょっと雑に書くけど、あれ、これなんか、あれ待って、これスヌーピー臭さない？あれ、これちょっとスヌーピー臭さ出てない？あ、これスヌーピーじゃない？くま、ちょっと体の部分隠して首から上見て、スヌーピーじゃない？なんか雰囲気スヌーピーで伝わる気がするな、なんかスヌーピー41歳ぐらいできた。あ、待って待って、これ似てない、激に、だって右下が子供で俺が書いたやつお父さんだもん、絶対絶対スヌーピーパパだよ、スヌーピー BP だよ、完全に、待って、これは悪くはない、絶対に悪くはない、悪くはない、ムーミー、ムーミー、なんだそのチョイス、ムーミー、ムーミン、ムーミン、ムーミン、顔がなんかでかいんだよな、確か、ムーミン、目だよ、あれ口あったっけ、口なかったイメージがあんな、ムーミンで目が確かでかくて、割と、あ、これは違う、これは絶対にムーミンではない、これがムーミンだとしたら打ち切られる、ダメだ、ムーミンは諦める。た、あのね、本当の絵描きっていうのは苦手ないわ、正直苦手って言うからね。わ、これだ、口がない部分しかあっとらん、キモ、俺のムーミン、シンプルにキモいな、ガラガラみたいだな、なんかポケモンのガラガラ寄りになってんな。はい、あんあんあんだよ、とっても大好きドラえもん、簡単だな、ドラえもんは簡単、この手で描くのも簡単、はい、
はい、もうこれで何ですかって言われたらもうドラえもんだもんね。はい、ドラえもん。はい、ドラえもん。うまい。ドラえもんに関しては本当にうまい。はい、ドラえもん。何ですか、ドラえもん。これは何ですか、ドラえもん。シンプルにドラえもんのうまさを書く。うんま、こっちのやつ。うま、参考文献の方うま。あ、でもまあまあまあ、俺のもドラえもんだな。日本列島？お前、舐めてんのか、知識をこんなの簡単だよね。北海道だろ？で、日本。はい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 、もう日本。はい、完璧。はい、完璧。もう大体合ってっからね。もう大体合ってる時点でもう完璧だからね。沖縄右下に書いて、俺左上に書いてるけど。まあいい、まあいい、まあいい。こんなのは別に。明るい。もうダメダメ。サザエさん！これラストにするわ。サザエさんラストにするわ、じゃあ。頭だよね。サザエさんって言ったら頭が特徴的なんだよね。ちょっと待って、どんな頭だったっけ？なんかさ、アフロではないんだけど、出てこないな。まあ、とりあえず顔だ。鼻が、丸くて、ちょっとドラえもん風の、口じゃなかったっけ？サザエでございまーすって言ってる。で、頭が、なんかさ、三つぐらいに分かれてなかったっけ？うわ、なんかすごい急に線出た。一瞬でなんかやばい線出たんだけど。まだいいや、これは見なかったことにして。で、これで、あ、待って、消しゴムで消せばいいのか。あ、消せない。あー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 あああ、もういい、これで書いていこう。あ、なんかすっごい太い、次すっごい太いの出てきた。で、こんな、あ、でもぽい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 な。あ、いいいいいい。サザエさん、僕ね、この斜めの線はちょっと一旦置いといて。できた。ああ似てる。結果は CM などで、うるせえわ。よし、結果見るぞ、ラスト。ほらー、似てる。ほら、右下の左上、あんまさ、違いはなくない？だって口とかさ、鼻も丸いのとか。ただ、俺のサザエさんは死んでる。